おはようございます、今朝の気づきをシェアします。今朝聞いたメッセージはですね、他人と比較してもしょうがないと、自分は自分らしく自分の道を行くっていう気づきがあったんですけども、似たような環境で育ったとしても昨日と今日でもやってること違いますよね。過去を生い立ちてみんな違うんです。同じ親から生まれた兄弟ですら違います。だから、まあ、兄弟、それから、まあ、夫婦はないかな、まあ、比較ってよくありますよね、同級生とか。けどもうそれって全く意味がないと。だって昨日と今日ですら全然違う生き方してるのに同じ結果になるわけがない。ないものねだりをするというか、やっぱできて、自分ができてない苦手なことってできる人が羨ましいですよね。私もそうです。でも自分は本当に最善を尽くして生きてきたって、もう何て言うんでしょう、ちょっとこうサボるっていうか、休んだ時だってもうそうするしかなかったんですよね。だから全て自分は最善を尽くして生きてきたって本当思います。自分を承認して最善を尽くしてきたっていうことで、人と比較しない、比較したくなりますけど、自分にも強みがある。本当強みをしっかり認識して、そして他の強みを持った人と組んで掛け算になってきゃいいって。周りと比較して落ち込むとか羨むとかじゃなくて、できる人同士、強み同士を掛け合わせて生きていく。人間完璧な人なんかいないんだから。そういう気づきです。改めて何回も同じ話聞いて、そのたんびにそう思ってるんですよね。でもやっぱり繰り返し学んでると自分の考え方、その成長もしてるんでですね、受け止め方変わってきます。やっぱり継続学習、繰り返し繰り返し良質な情報に触れる、自分の成長のたびに受け止め方が変わるんで、やっぱり成長してることを感じます。同じメッセージを聞いて受け止め方が変わってることを自覚するから、あ、価値観が肯定的に変化してるなって、成長してるなって感じるのかもしれません。これからもですね、このメッセージ、アーチーメント青木社長のこのホームワーク CD をですね、ずっと聞いていきたいと思いました。それが気づきでした。以上です。